おはようございます。よろしくお願いします。メイキングの方ちょっと待たせていただきます。お願いいたします。まあでも文ちゃんの音ってこういう感じ。そうね、まあ、割とそうだよね。いう感じ。自分の耳で聞いてる感じでは、まあ、同じように聞こえてはいるけど、まあどうかな。もうちょっと覚えが足りない。でも録音の輪郭としてはやっぱりもうちょっと覚えがあった方が、ね、あった方がいいのか。でもまあお声はわりかしその中でもシックに作ろうかなって思っていて、まあ曲もそうだしね。もらったのに。派手な性格じゃないから。だいぶはっきりして聞きやすくなった。ありがとうございます。はい、多分いいです。ちょっとこう、足立が実は大声吹くで、まあ、彼女なりのちょっといろいろ意見聞きながら。お騒がせします。厚みが出る。いい意味での厚みが出る方向でやっていったら、結果的に。お待たせしました。よろしくお願いします。でまたさっきの要領で。Thank you.
つ頃からこれ企画始めたんですか。いや、なんか先月くらいに考えてはいて、ずっとなんかやりたいなとか、こういう感じに行った時やったりのなんかやっぱりホールどうしようかなとかすごい悩んでいて、でも動き出したらもう早かったかなって感じ、うん、動き出しでね、あのスタッフに今日のようにまあ2人ですね、あの動画とこうと、ああ、すみません。それだけで、教室をバーッとやって、で、よくこうやってのそうそうたるメンバーが集まってまとめながら。大事、みんな、しかも、二人にも断られることなく、できてる。して、僕はOKの仕事でエンザに。すごいですよ、聞きました。え、そう、偶然ですか。トーフィルで、昨日甲府入りして、はい、で今日エンザンから帰るっていうプログラム、スケジュールで、で、クロポンに、なんかエンザンらしいんだけどって言ったら、そこ最寄りだからって、じゃあ全然間に合うね、みたいな。まさか、ね、初めて来たのに。偶然エンザンってすごいですよね。それはびっくりですね。そんなことない。そんな奇跡ないよね。Thank you.
やってるつもりだけど、オーボエの方がいくんだね。てか絶対ホールはこんなにできないよね。原曲はガンムシって感じで。いや、いいと思います。これでいきましょう。いい、ね、はい、はい、うん、多分撮り直してもよっかな、これ。では、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとう。こちらこそ、ありがとう。よう吹けるね。いやいや。まあでも一番褒めてほしいところはやっぱりあの40分歩いてきたところを褒めてほしい。自分のミスだけで。してくれればいいんだ。なんで間違ったの？いや、なんかさ、そのバス停にバスが来たからもう、あ、これだと思って乗ったの。うん。で、なんかそんな方角はそっちの方っぽかったの？うん、そうそうそう。あ、そうか。エンジンからあるともうちょっとするから、きっと。なんか一応そっち方面には来てたんだね、バスは。そう、でもね、もうなんか割と乗ってすぐに気がついたんだけど。あ、全然なんか全く違うとこ行こうって。これこのまま行くってやばい、ずっと思って。写真大丈夫です。あ、写真。あ、撮る。あ、うん、じゃあ、これ撮ってみる。そこちょっと笑顔でいきましょう。3、2、1。ありがとうございます。確認だけお願いします。ああ、いいです。うん、うん、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。収録いかがでしたか？楽しかったです。あの、黒岩くんとは10年以上の付き合いになるんですけど、まあ、今までたくさん共演してきたんですけど、動画でこう一緒に撮るっていうのは実はそんなに機会はなかったので、はい、あのこう残っていろんな人に聞いてもらえるいい機会になったかなと思って、すごい嬉しく思ってます。ありがとうございます。素晴らしかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。